2009年10月から使われている新型車両花巻市街地循環バスは岩手県花巻市により運行されているコミュニティバスである。愛称は右回り線が袋号、左回り線が星巡り号である。市内循環バスの設定目的は東北新幹線の新花巻駅から花巻市中心街や県事記念館をはじめとした観光施設へのアクセスとして、また、 地域住民の中心市街地内での移動手段の確保である。平成18年度の調査では1便あたり18.7人の利用があり、微増傾向にある。しかし、花巻市の負担は運行コースが初期よりも長くなったこともあり、約792万円とこちらも増加傾向にある。2009年10月1日には、袋号の運行体系が大幅に見直され、 運行経路を市街地のみにし、名称を花巻市街地循環バスに改称した。また、公共施設や商業施設が集積する不動地区へのルートに拡大し、本数も1日6便から1日10便に増便される。これによって観光客特化路線から生活密着路線への転換が図られる。また、運行業務自宅車が岩手県交通に変更となった。 花巻営業所で担当する。2018年10月1日には本数も1日10便から1日20便に増便される。これによって相性は右回り線が袋号のままだが左回り線は星巡り号に変更となった。2009年9月30日まで2009年10月1日のダイヤ改正より新車両として日のポンチョが導入された。 現在は、袋号専用車両として使用されている。ちなみに、星めぐり号専用車両には、日の d s セが使用されている。ありがとうございます。